吉井さんあ,あ言い訳かあの言い訳に似ているようなことなんですけども何と言いますかねあのなるからする発想っていうのがあるんですよねなるからする発想これ例えて言うと YouTuber になりたいんですけどっていうような相談をする前にうんなるっていう相談をする前にねするってことなんですよ動画を上げてみるってことなんですよねで動画をいろいろ上げた結果 どうううでしょうかってていいううに聞いてくる経験者とかキャリアのある人スキルのある人に、まあ、それが相談だと思うんですけども何もやってないうちから何をやったらいいでしょうかっていうのは実はワン,テンポもツーテンポも遅れた発想なななんんじゃないかなと思うんですよまあ、だからねなるからする発想っていうんですけども将来こうなりたいああなりたいっていうふうに思うのはまあ悪いことではありませんけどもまあ、幼い頃はね将来は っていう風な枕言葉を置かないと、いろんな条件で、まあ、親の制約とかね、お金の問題とか、それから子供なりの義務とか、そういったのでできない部分って多いと思いますからね。ただやっぱりある程度の年齢になってくると、もうなんかね、なりたいと思ったものを目指して第一歩を踏み出す、つまりするっていうね、実際の行動に移すことができるわけですから、あとは自分がどう決断したかだけなんでしょうね、きっとね。うん、あの。 本当はやってみたいんだけどねっていうのは本当はやってみたいんだけどねっていうぐらいのその程度のものなんですよね。で真に自分の願いがあるんだったら、まあ、人にどうこう言う前にもうでに実行に移していて、まあ、それを実際に掴むなりねこぼすなり失敗するなりしてるはずなんですよ。もしくはもう取り組んでる途中で YouTube だったらちょっと YouTube アップロードしてるんだけども動画見てくんないっていう感じで。 拡散し始めたりとか、ね、でそれで、えー、とレスポンスが「あれ YouTuber にでもなるつもりなの?」って言ったら「いやもう YouTuber なんだよ無名だけどね」みたいなところからが第一歩なのかなと思うんですよだからいずれやってみたいとかっていうのはそのいずれがいつまでたっても来ないってことなのかなと思いますし、うん、やっぱりいつかはね自分の希望を叶えたいとみんな思うはずなんですけどもいつかって言ってる以上はいつまでも来ないのかなとまあいつかって今なんですよね常にねうん 今の積み重ねでいつかが手繰り寄せて来られるのに今やらないものはいつかってのにならないいつまでたってもたどりつかないのかなと思うんですよね。発、ま、発、あ、発想想想でですよね発想発想の初初初でございます